皆さん、こんにちは。数々の名曲を歌い上げてきた歌手松田聖子さん。そんな松田聖子さんの娘、神田沙也加さんの訃報が2021年12月18日に報じられました。神田沙也加さんは映画アナと雪の女王のアナの日本語吹き替えで特に注目を浴びました。人気上昇中だった中での突然の訃報に世間は悲しみに包まれ、同時に母親である松田聖子さんを心配する声も多数上がっていました。そんな神田沙也加さんの死因は自殺だったと言われています。今回は神田沙也加さんの自殺の理由や当時の松田聖子さんの心情はどのようなものだったのか調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。神田沙也加さんは1986年10月1日、松田聖子さんと神田正輝さんのもとに生まれます。女優、声優、歌手、 YouTuber など多方面で活躍されていましたね。神田沙也加さんは芸能の面で非常に活躍されてきましたが、恋愛面において松田聖子さんと衝突し絶縁状態にまでなったことがあるといいます。母と娘の亀裂が深まったのは2005年。当時18歳だった神田沙也加さんが12歳年上のミュージシャンと交際を始めると、松田聖子さんはまだ若すぎると猛反対したそうです。さらにその時のお相手はバツイチだったそうで、18歳の娘にはふさわしくないと反対する松田聖子さんに対し、神田沙也加さんが、ママは好き勝手に恋愛しているのになぜ私だけダメなのと猛反発したそうです。それをきっかけに神田沙也加さんは自宅を飛び出し、マンションで一人暮らしを始めました。さらに松田聖子さんとの話し合いの決着がつかないまま、見切り発車で芸能活動の休止を宣言して周囲を驚かせました。そんな二人に決定的な危機が訪れたのは2014年。この年、神田沙也加さんは映画アナと雪の女王の日本語吹き替え版でヒロインアナの声を担当し、伸びやかで澄んだ歌声が高い評価を受けました。映画はもちろん大ヒットし、神田沙也加さんは大ブレイクを果たしましたよね。一方の松田聖子さんは個人事務所を辞めて新事務所を設立しました。松田聖子さんは2012年に司会の A さんと再婚していましたが、新事務所には元恋人のマネージャー C さんを引き連れて独立しました。神田沙也加さんは何度も恋愛関係が報じられた C さんと松田聖子さんの関係を快く思っておらず、反省しない母親に見下り判を叩きつけました。当時の神田沙也加さんにはアナ雪の大ブレイクで独り立ちを果たしたという自信もあったはずです。そんな中で迎えた突然の別れ、親子の長い物語の予想もしない結末に松田聖子さんは自責の念に駆られているそうです。神田沙也加さんは2021年12月18日、札幌市内の宿泊先ホテルの14階屋外にあるスペースに倒れているところを発見され、意識不明の状態で市内の病院に搬送されたのですが、同日21時40分に死亡が確認されました。神田さんは浅香真奈斗さんとのダブル主演ミュージカル「マイ・フェア・メリー」の正午公演に出演するために同ホテル最上階の22階スイートルームに滞在していたとされ、当日の11時頃になっても神田さんと連絡が取れなかったため、関係者から110番通報を受けた北海道札幌方面中央警察署がホテルを捜索したところ、約2時間後に14階屋外スペースで靴を履かず雪にうずもれ、体から血を流して倒れた状態で発見され、すでに心肺停止状態だったといいます。公園関係者によると、札幌公園に向かう前日に不調だった喉に関する診断が出ており、死去前日の17日に参加した稽古も喉の調子が悪かったことを気にして手術をしなきゃいけないかもと明かし、手術をしてもし歌えなくなったらどうしようと不安な思いを漏らしていたといいます。遺書は見つかっていませんが、
さまざまな思いなどが綴られた書き置きがホテル室内で見つかり、愛犬の死や恋などの悩みも書かれていたそうです。翌19日、松田聖子さんの所属事務所は、松田は未だこの現実を受け止めることができない状態ですと文書で説明。グランドプリンスホテル新高輪で予定されていた当日のディナーショー公演を中止し、さらにその後に大阪で予定されていた4公演の中止も発表。また出場が決定していた第72回 NHK 紅白歌合戦についても、同月22日に NHK から歌唱曲目の発表が行われましたが、事態を勘案し松田聖子さんのみ発表が見送られ、その後同月25日に出場辞退が発表されました。最愛の娘を亡くした悲しみは深く、聖子さんは一睡もせずにさやかさんのご遺体に寄り添い続けていたといいます。さやかさんは雪のおかげなのか外傷は見当たらず、穏やかな表情で眠っているようだったといい、聖子さんは頬を何度もすり寄せ、両手で何度も覆いかぶさるように撫でながら泣き叫んだそうです。聖子さんは2022年4月9日東京グランドプリンスホテル新高輪でディナーショーを開催。さやかさんが急逝してから初のステージに立ちます。聖子さんは初めて訃報をファンに直接報告し、涙ながらに、この先もずっと頑張ってさやかと歌ってまいりますと約束。ステージ序盤、私の娘は天国に旅立ちました。突然のことで現実を受け止められず、今でも信じられない気持ちですと報告し、さやかは小さな頃から歌が大好きでした、おもちゃのマイクを持ち私のロックベンを歌っていました、それが昨日のようですと振り返っていました。さらに、私はさやかの歌声が大好きでした、今も彼女の歌声は私の中に響いていますと明かすと、涙をこらえながら天井を見上げ、これからも皆さんの温かい応援を胸に感謝の気持ちを忘れずに、この先もずっと頑張ってさやかと歌ってまいりますと約束。すすり泣くファンからは約30秒間温かい拍手が送られました。ディナーショーを見たファンは、2011年の NHK 紅白歌合戦でさやかさんとデュエットした坂本九さんの上を向いて歩こうを歌っていた様子を見て、再出発にあたっての選曲で聖子さんが泣きながら歌う姿を見て胸が痛かったとの声が上がっていました。さやかさんの死から1年を迎えようとしていた2022年11月12日、聖子さんが初めて監督を務めた映画フォークロア2あの風が吹いた日の上映イベントでは、何かをやっていないと潰れてしまいそうで心が折れてしまいそうで、トークショーで聖子さんは現在の心中をそう吐露。一方で聖子さんは11月にさやかさんの遺骨と離れる決意をしていました。聖子さんはさやかさんが亡くなってからメンタル的に不安定な部分があり、それだけに何を最優先にするかを慎重に考えていました。紅白ではさやかさんと共演したこともあり、トークショーで号泣してしまったように取り乱してしまう可能性もあるり、紅白の出演はまだ無理という心境だったといいます。松田聖子さんはプロ意識の塊のような女性なので、最終的に紅白には出ると思っていましたが、今回ばかりは無理だったようです。これまで2回も親子共演を果たした思い出の番組なだけに辛さが倍増したのかもしれません。そんな聖子さんは現在はファンクラブのイベントやコンサートツアー、 YouTube 動画をアップするなど活躍の場を広げるほど回復しているようです。当時は歌うなんてもってのほかで、愛犬の散歩どころか一人で外出もできない状態だったようですが、少しずつ歩みを進めることができている様子。今もさやかさんと共に歌い続ける聖子さん、これからもますますの活躍を願うばかりです。いかがでしたでしょうか。今回は神田沙也加さんの死の真相と松田聖子さんの当時と現在をご紹介しました。
最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。